そしてマスクするって言ったんだろおめえ。しない。なんでマスクしないのかよ。軽く言ってるんですけど、実はそれは大きな問題です。で、今日はこれを説明したいと思います。もともとフランスではマスクをする人が医者や看護師や患者です。このイメージがあって、日本人の友達がマスクをしたら、え？大丈夫？病気？インフルエンザ？実は、病気じゃないけど、フランス人は歴史的に誤情です。権威に向かってあんまり命令を守るのを得意ではないです。電車の前に並んで順番を守って。しない。くしゃみをするときに肘を使え。しない。そしてマスクするって言ったんだろ、おめえ。しない。マスクをしないでください。する。早っ。楽しいですか？じゃあ登録してくれませんか？日本ではよくやるんですけど、フランス人も手作りマスクをできるかどうかわからなかったので、YouTube で調べたら結構みんな頑張っているので、多分マスクの文化少しずつになりますね。